小学館、中学生の友第38巻第9号より、河合正夫河合正夫1月2日から2021年5月14日は、日本の霊長類学者、児童文学作家で、理学博士。兵庫県立丹波の森公園長、京都大学名誉教授、日本モンキーセンター所長、日本福祉大学障害教育研究センター、名誉所長、 兵庫県立人と自然の博物館名誉館長、河合駿の2位。著作に少年動物詩、人間の由来、河合正雄の動物記などがある。正雄の言うは、現行の中学校の教科書をはじめとする、各著書において、おという歴史的仮名遣いを用いている。一方、正の河合は、現代仮名遣いの河合。なお、弟の駿は、 早尾という現代金遣いを用いている。河合が生まれ育った、篠山も、野生猿をはじめとする野生動物の宝庫であったで、撮影された野生猿。兵庫県滝郡篠山町出身。半世紀以上にわたって猿を研究。モンキー博士として知られる、猿学の世界的権威。京都大学霊長類研究所所長、日本モンキーセンター所長などを歴任。 猿を観察することによって進化の謎を突き止め人類の未来を探ることに生涯を捧げ2016年には日本及びアフリカにおける霊長類の野外研究特に環境適応と社会形成の研究で学士委員エジンバラ校賞を受賞その他朝日賞 NHK 放送文化賞史受報賞などを受賞幼少期より多くの動物と接し後に 宮崎県幸い島にて日本ザルの文化的行動を発見。今西近次門下で日本モンキーセンター設立に関わる。日本モンキーセンターによる類人ザル確実調査隊は1958年から1960年にかけて3回の調査を行っているが、その最初の調査対象はゴリラだった。 河合は1958年、同センターの設立当初の研究員として、第二次ゴリラ学術調査隊に参加した。河合の日本猿の研究は、アフリカの霊長類の野外調査の基礎となったばかりでは、なく、霊長類の文化行動研究の基盤ともなり、霊長類の順位の研究の基礎を築いた。また日本猿の芋洗い行動や小麦の、 砂金採集型などの文化行動を発見し、研究分析を行った。またその文化が社会的に減少されていくことなどを発見し、そのメカニズムを解明。猿から人間への進化をフリードリヒ・エンゲルスの説いたような、労働起源説ではなく、遊び起源説で説いた。1973年5月からの約1年間に、わたる、 アフリカ・エチオピアでのゲラダ・ヒヒを調査した成果が、著書、人類進化の隠れ里である。また、ゲラダ・ヒヒに関しては、立花・隆との対談集、サル学の現在において、音声コミュニケーションや、交尾の際、勇士ともに大声を上げたり、人間同様に善備も行うことなど、そのユニークな行動について語られている。その中で、ゲラダ・ヒヒの調査は、驚きの連続であり、 それまで考えていた猿社会の秩序についての常識が次々に崩された思いだと述べている。基礎研究に弱いとされる日本の学問にあって、猿学は世界的に大変優れた成果を上げている分野であるが、河合の業績はとりわけ高く評価されている。かつて河合は猿学の研究動機について戦争が終わってみて、なんで人間はこんな馬鹿げたことをするんだろうと思った。 こんなことをする人間の人間性というものをもう一度その大元にまで立ち返って探ってみようと思った。そのためには猿まで立ち返って人間性の根源を調べにはならんと思ったと述べている。すなわち、その研究動機の根源にあるものは人間に対する深い関心である。1994年1月号の科学朝日市場で立花隆らと対談。 人間も本来は自然の一部なのに反自然的存在になってしまった。そこが他の生物と決定的に違うと発言した。2021年5月14日11時47分、老衰のため兵庫県丹波笹山市の自宅で死去。97歳没。死没日をもって14位に除される。草山万とのペンネームで児童文学、童話も多く書いている。 代表作に、ゲラダヒヒの紋章、河合正夫の動物記、河合正夫のたまたまうっかり動物園などがあるが、2018年夏には、94歳に、して、長編ファンタジー、ドエクル探検隊を出版した。内容は、動物が喋るファンタジーで、河合は、科学者だから、事実を積み上げるのが仕事。だが、科学の力とは別に人間には想像する力もある。 それを書いてみたかったと語った。河合正夫の故郷、丹波笹山市少年時代に、篠の山で自然との触れ合いをたくさん持てたことが、困難を乗り越える原動力になったという。河合兄弟を育んだ篠の山は周囲を山に囲まれた盆地にある城下町である。当時の篠の山は、多種多様な生き物や植物など豊かな生態系に恵まれた自然豊かな土地であった。 河合は幼い頃、小児結核にかかり病弱だったが、野山を駆け回る少年だった。河合は自然との触れ合いをたくさん持てたことが困難を乗り越える原動力になったという。河合は丹波地方で兵庫県が進める丹波の森構想の公園長、隣接市にある兵庫県立人と自然の博物館の館長などを務め、 里山復興と子供の自然教育に力を注いだ。河井正夫は七人の男兄弟の三男であり、長男、人志は、下界、次男、孔は、内界、四男、道夫は、司会、逸尾、早尾は、臨床心理学者、六男、逸尾は,は、脳神経学者である。おいに、臨床心理学者の河井都志を、放射解学者の河井美希を、工学者の河井千穂、 司会の河わいミネオなどがいる。ありがとうございます。